皆さんこんにちは、高橋貴子です。本日は動画活用21ということで、さまざまな、YouTube 活用7つのシーンについてお伝えしたいと思います。私自身がですね、 YouTube はいろんなシーン、いろんなところで活用してまして、そちらの方の実地例をですね、ちょっとお話をしていきたいと思っております。7つのシーンですね。まず1つ目が大量投稿による露出が拡大に使っています。2つ目はレッスン、あとはセミナーの、誘導強化のための動画として使っている。3つ目が制約のための動画ですね。こちらの方でお伝えをすることによって制約がしやすくなる動画を作っていけるというものです。4つ目はアフターフォロー用の動画になります。で、5つ目はニュースレター用の動画、6つ目がチュートリアル動画、7個目がメルマガ用動画ということで、他にも細かいのはあるんですけれども、ざっくりした大きな、使い方、7つの使い方はこちらになります。で、これから次のところでですね、それぞれ1個ずつ私がどう使っているかということをお伝えしていきたいと思います。